ビデオカメラのデータ復旧を行いました。神奈川県横浜市のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはビクターエブリオ GZHM450、 液晶タッチパネルが割れてしまい操作不能になったという状況です。データ復旧処理を行い、2時間37分の動画データ 100% の復元に成功しました。